今ちょっとね、確認したら、このリード線ね、横に逃がさないといけなかったですね。パーフェクトグレード、ガンダムエクシアの製作、今回から、外装の部分の組み立てに入っていきます。で、今こちら下の方にですね、ちょっと見えづらくなってますけれども、パーツの方を切り出してまして、こちらはエクシアの胴体の部分のパーツになります。フレームの時と違って、途端にね、パーツがカラフルになってきました。で、今回はこちらの胴体の部分のパーツをこちらのね、エクシアのフレームの部分に、組み付けていこうと思います。で、まずはこちらの大きなパーツ、こちらね、背中のパーツなんですけれども、この部分から組んでいきます。で、まずはこれはね、フレームの部分ですけれども、この2つを合わせてグッと組み立てて、よし。で、あとこう上の部分にこのちょっとね、ジョイントのパーツがありますので、これを差し込んで、で、さらにこちらのパーツを組み付けます。カチッと差し込むだけですね。で、ここの部分は稼働するパーツになってます。で、さらに上から青い外装のパーツを差し込んで、そして最後こちらにこの白いパーツですね、これを、向きはこっちですね、グッと差し込みます。よし、こんな感じになりました。そしていよいよね、このフレーム部分に組み付けていくんですけれども、とりあえずね、GN ドライブは、外してます。で、この状態で、まずはこちらのパーツですね、これを、後ろのこの部分ですね、分かりづらいですが、この部分にね、ちょっと溝がありますので、ここに差し込んで固定するみたいですね。よいしょ、こんな感じになりますね。で、反対側も同じように、この溝の部分に、パーツをね、差し込んで固定します。よいしょ、こんな感じになりますね。そしてこの大きなパーツですね。で、こちらはこのリード線をまず通して、で、この背中の真ん中にグッと差し込みます。しっかりと固定できました。で、さらにこのパーツですね、これは、GN ドライブをね、固定するパーツなんですけれども、これをこれ、ね、3つありますので、こちらにグッと差し込んで、こんな感じにこの3方向から GN ドライブをね、ガチッとこうね、挟み込む仕組みになってますね。いや、これじゃダメですね。今ちょっとね、確認したら、このリード線ね、横に逃がさないといけなかったですね。この青いパーツの、こうね、下から出すんではなくて、この青いパーツの差し込む前に、これね、この部分、ちょっとね、隙間が空いてるんですけれども、ここからね、こう横に逃がした状態で、この青いパーツをね、差し込まないといけなかったみたいです。こうですね。よし、これで OK です。いろいろね、組み付ける前に気がついてよかったです。で、今度はね、こちらの肩の部分なんですけれども、これはこの2つのパーツをグッと組み付けて、で、もう片方もやっていきましょうかね。これでグッとこう差し込む感じですね。こうやって差し込んでおいて、そして、この部分ね、穴が開いてますけれども、ここに差し込んで固定します。で、これはね、右と左若干ね、形が違いますので、気をつけてね、右を左を別々ですので、間違えないように、差し込まないといけないですね。よし、これでいいかな。そして今度はお腹周りのね、パーツですね。で、まずはこちら2つをグッと差し込んで組み立てておいて、これは正面ですね。ここの部分にカチッとね、差し込みます。よし、これはね、こんな感じで稼働するような状態ですね。で、さらにこちらね、横の部分なんですが、これはここの部分ですね、ここにカチッとね、差し込む仕組みになってますので、しっかり位置を合わせて、よいしょ、よし、これでいいかな。これもね、若干こんな感じにね、こう稼働するんですよね。で、反対側も同じように
グッと差し込んで、よいしょ、これで OK ですね。そしてこちらは、正面のね、胸の部分のパーツですね。でまずこちらに、外装を組み付けます。よいしょ。そしてこの2つをグッと差し込んで合体させます。よし、こうですね。でこちらを、まあ、この部分ですね、かぶせるように組み立てます。よしよし、 OK ですね。こんな感じになりました。でさらにこの緑色のクリアパーツを固定して、よいしょ、固定しまして、でこの下の部分にグレーのパーツグッと差し込んで固定します。よいしょ。それでこのグレーのパーツはちょっとねこう動く雰囲気があるんですよね。そしてこの3つのパーツをね、まずは組み立てて、よし、こんな感じですね。ここがねちょっとこう動くんですけれども、この状態にして、こちらのパーツにね、ここにまたカチッと差し込みます。でここ全体がこんな感じにねこう開くようになってますね。ここがねコックピットハッチになりますね。であと上の部分ですね、こちらにはこの青い外装のパーツをこういう風に差し込むのかな、よいしょ、ちょっとこうひさしのようにね今差し込んだんですけれども、全て組み付けて、こういう感じになりました。でさらにこの部分にね、黄色いパーツをグッと差し込んで、こちらもね稼働するように固定しまして、よいしょ。そしてねこれをグッとね、かぶせていくんですけれども、この部分ですね、ここをまずはパカッと開いて、そして内側にグッと入れる感じですよね。よいしょ、ちょっと位置が難しいかな。で肩の部分にもここをねしっかりと接続して、よいしょ、よし、 OK。 でまた閉じる、感じですね。おだんだんとちょっとねエクシアっぽい、ね、胸の部分胴体の部分になってきましたね。で今度はこちらのパーツね、組んでいくんですけれども、これはまずグッとねこのフレームのパーツを組み立てて、で後ろ側にこれしっかりと組み付けて、で今度はこの先の部分にこちらのパーツをねグッと組み付けて、ちょっと後ろ外れる、よし、こんな感じですね。で上からこれをかぶせる、よいしょ、かぶせて、あとここですね、この中にこの黄色のパーツをグッと差し込んで固定、よし、これでいいかな。なんか若干なんかここがスカスカっぽいのが気になるんですけども、これパーツ逆かな、こっちかな、あこっちかな、あこうですね。今パーツ逆に入れてました。ちゃんとね組み立てるとこんな感じになりますね。でこの部分のちょっとねこのモールドがこう前と後ろでねつながった感じのデザインに、ね、なるようになってます。で反対側もね、同じように組んでいきます。こういう形の2つのパーツが組み上がりました。でこのパーツをこう肩にねこうかける引っ掛けるようにガチッとね組み付けていって、このフレームのねちょっと突起したところがあるんですけども、ここにね差し込んで固定しないといけないんですけども、よし、あピタッとねはまりますね。よしよし。でこちらも同じようにこの腕の付け根にねちょっと突起があるんですけれども、こちらに、カチッと差し込みまして、これで今回の胴体の部分組み立て完了しました。今胴体の部分だけを組んだ状態なので、ちょっとねここだけがねボリューム感が出て少しねバランスが悪いですけれども、まあ、こんな感じに、しっかりとね、組み立てができました。で後ろもねまだ GL ドライブね、差し込んでませんので、ここもねスカスカな感じはしますが、まあまあ全部ねパーツを組み付けるとこの辺もねしっくりしてくるんじゃないかなと思います。であとね、まあ、近くで見ると結構ねパーツの隙間が空いてるんですよね。ここの部分とかね結構隙間が空いてて、この隙間からね中のフレームがちょっとね見えるような状態なんですけれども、ここはね腕をねこうグッと開くと、そのね開くのに連動してこのね
外装もグッと開いてね、こう動く稼働するような感じになってるので、まあ、閉じてもね、まあ、ビタッとこうね、はまる仕組みではなくて、まあ、若干この辺にねこう隙間がねある感じ、まあ、これがねちらっとねフレームがね見える感じですごくねかっこいいんですよね。あで今ちょっとね後ろがこれちょっとパーツが浮いてるんですよね。ここ綺麗にはまってないですね。これ一回僕がなんか分解したりしたのでちょっとここおかしくなったかな。今ねここしっかりと、差し込み直しました。でこの後ろのね背中のパーツにもここかかってきて、でこの正面のねここの部分にもここがねこの肩のねこの首の横の部分のパーツがこうね前後にこうかぶさってくる感じなんですけども、これをねしっかりと位置合わせて固定しておかないといけないですね。このね、前と後ろをねこう横切ってるこのパーツなんですけれども、これがね、前の部分の外装と、後ろの部分の外装ですね、これに両方ともガチッとね入って、固定されてないといけないですね、こんな感じになってますということで、これでようやく無事に、この胴体部分の外装ですね、組み付けることが完了しました。で今回ねパーツ自体はそんなにね、まあ、難しいパーツというかね、まあ、ちっちゃいパーツはそんなにはないので、組み立ては簡単なんですけれども可動部分が多くてその辺の、まあ、組み立て方というかまあ、パーツを差し込んだりっていうところが少しね注意が必要なところがちょこちょこあるっていうね感じですね。で後ろ側はこんな感じで、まあ、ここにねGL ドライブがね、ガチンとはまりますので穴がね開いてる状態ですけれども、まあこの状態だとねちょっと寂しい感じではありますが、まあ、GL ドライブをねガチッと差し込むとこの辺も、まあ、エクシアらしくしっくりね、来るんじゃないかなと思います。で僕のミスでちょっと作業にこう手間取ったところはあったんですけれども、まあまあこんな感じね、無事に組み立て完了しました。で次回は腰の部分ですね、まあ、この辺の外装のパーツを、組んでいくことになると思います。でやっぱ外装をね組み付けていくとまあね、エクシアっぽいね雰囲気がさらに強くなってちょっとねワクワクしてきますよね。で今回ね僕が好きなのはこの青い外装の部分、この色がねちょっとこう紫がかった、まあ、青みがかった色、この成型色が非常にね、綺麗な色なのでなかなかね、まあ、今回塗装せずに組んでいってますけれども、まあ、素のね素組みの状態ですごくねかっこよくなってくれるんじゃないかなと思います。で今回僕自身ね、このエクシアに関しては塗装をしないっていう風にちょっと縛りを入れてるんですよ。なので墨入れをねこの墨入れペンでやってますけれども、まあ塗料と言われてるものを一切使わずに、組んでいって、まあ、どのくらいかっこよく、ね、仕上げれるのか、まあ、基本的にねパーフェクトグレードはもうパーツ自体ね、パーツのデザイン自体がすごくかっこいいので多分普通に組んだだけで普通に組んだだけではちょっと物足りなさがあるので、まあ、墨入れだけはねこのねシャーペンタイプのねスミレペンでやってみて、まあ、どんな感じになるのかっていうのをちょっとね見ていこうと思ってます。まあ、このクラスのねこのクラスのキットになるとまあ本当にね手を加えないでそのまま作ってもかなりかっこいいんですよね。本当にパーツの色とかもね今回本当に綺麗なのでなんかね僕がいろいろ手を加えるのがねなんかちょっともったいないなというところもあって、とりあえずもう塗料は一切使わないということで、作業をね、今後も進めていきます。